おはようございます。キャプテン山本です。前回までの、動画でですね、僕の過去どういうことをしてきたのかということをお話しさせてもらったと思うんですけど、今回はね、セックス道ということで、いよいよ、本質の情報というものを、なぜ得る必要があるのかっていう、そういったかなり核心にね、迫る情報というか、話をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。そもそもですね、なぜモテないかということをお話ししたいと思うんですけど、決してね、僕が思うのは、あなたが、今までいろいろあったと思うんですけど、あなたが悪いというわけでは、ないということを、まず、分かってほしいんですね。で、そんなにね、自分を責める人、この動画を見ている、あなたっていうのは、かなり勉強熱心な、人だと思うんですね。普通はね、こういう動画見ないですから、なんだこいつみたいな、うるせえなみたいな感じで閉じちゃうので、でもそこまで、こういう動画を見て、何か少しでも自分に取り込んでやろう、自分が上に行ってやろう、向上心ですよね、があると思うんですよ。で、ただなぜかそういうね、情報を得ていても持てることができない。ということはなぜかというと、やっぱりクソみたいな本当に情報が多いんですよね。全く参考にならない。むしろ何か害っていうものが多いです。耳障りのいいことを言うんですけど、それっていうのはほとんど害です。結果が出ない情報っていうのは害ですから、意味ないですからね。時間だけ奪っていくんで、そういう情報が多すぎるんですよね。で、この前も言ったその利害関係とか、そういったものが絡んでいるので、ほとんど本当のこと言わないですよね。知ってて確信犯で言ってる人もいますから、気をつけた方がいいと。ああいうことですね。で、二つ目の理由としては、身近にモテる人がいないと。で、やっぱり、こういうね、実際100人とかセックスしてる人が体系的に話したりとか、することっていうのはほぼないですよね。恋愛とかにおいては、かなりプライベートな話になりますから、どういうふうに口説いてるかなんて、ほとんどの人言いたくないわけですよ。で、ましてそのモテる人となれば、そのノウハウっていうのは誰にもやっぱ知られたくないと思うんですね。そう、自慢して言うっていうのもありますけど、自慢して言うっていうのはかなり盛って話をしてるんで、実際には事実を歪められてることが多い。本人も自覚してない部分で歪んでいたりとか、意図的にね、大げさに言ってみたりとかするわけですよ。モテるって思われたいですから、ほとんどの男はね。そう。だから、嘘ばっかり言うわけですよ。だから、これもクソみたいな情報ですよね。言ってしまえば。なので、その話は参考にならないと。で、例えばモテるにしてもいろいろありますよね。例えばミュージシャンでモテるとかっていう人もとかね、いると思うんですけど、ミュージシャンにしないにしても、でないにしても、例えばそういった音楽活動をしていて、そのファンにはモテるとかっていう人もいると思うんですけど、でも話は参考にならないですよね。これ価値の話になってくると思うんですけど、そのファンからすればそのね、ミュージシャンっていうのは価値がありますけど、その音楽を知らない人からすればそれってただの人ですから、その人にはモテないわけですよ。っていうことを、考えるとですね、普通に、それは限定的なわけですよ、すごく。そう。だから話っていうのは参考にはならないですよね。例えば自分が何かキャバクラを経営していて、そのお店のお客さんと女の子にはモテるっていうのは当たり前だと思うんですね。だって自分は経営している会社ですから。言ってしまえば、権力というものがあるわけですよ。ただ、一歩外に出るとそれはモテないわけです。その権力が通用しないですからね。そう。そういう限定的な、ことをしてモテてる人っていうのも事実います。それで勘違いしちゃってる男っていうのも、います。でもそれは戦略の一つなんで、別に僕はそれでいいと思うんですよね。別に。例えば、お金、めちゃくちゃお金を稼いで、お金でなびく女っていうのもいますから、そういうことをやってっちゃうっていうのは別にいいと思うんですけど、ただそれお金なくなると終わるし、逆にもっとお金稼ぐ人がいたときにそれっていうのは負けるので、だからやっぱり本当にゼロベースで何にもない状態でモテるっていうのが最強なんですよね。となるとやっぱりナンパしかないっていう結論になるんですけど。で、この話ちょっと深くなりすぎるんで、ここまでにしときますけど、で、もしくは天才ですね。元からモテる人っていう。前々回かなの話でしましたけど、ロールモデルにするんであれば、このロールモデルっていうのは真似する人ですね。
真似する、学ぶ人であれば、天才型っていうのは参考にならないです。なぜなら天才だからです。もうそのままですね。全くよくわからない、言ってることが。まあ何かあるんでしょうけど、まあ、応用できないですね。僕は正直わからないです。何を言ってるのか。営業とかもそうなんですけど、営業がもう天才的にできる人の話っていうのは、ちょっともうよくわからないんですよね。長嶋監督みたいな話なんですよ。なんか、これ真似する人ないのかな。いや、まあ、真似はいいです。やめときます。すいません。まあ、パッと振って、さっと立つみたいな、よくわからないことわけですよ。まあ、天才ですね。これはまあ、わかると思います、あなたも。で、モテっていうのは本当に偶然じゃないんですよ。運命とかね、よく言いますけど、占いとかね。もう大嫌いですね、僕は。運命とかそういうのはもう自分で決めると。だから必然にしないといけない。もう当たり前だよねって、モテて。そう、当たり前にするんですよ、モテることを。だからこういうふうに声をかけて、こういうふうなオファーをして、こういうふうに、ホテルへ行く。だからモテる。だからセックスできた。そういうロジカルに考えれば再現性っていうのはありますよね。たまたまなんかね、出会ってやっちゃったとかっていうのはもう全然、どうでもいい話なんですよ。それって事故ですから、ちょっとしたね。そう。だから必然にしないといけないと。で、まさに下克上っていうことですね。僕とかも本当に、なんか女性にね、バカにされたりとか、地元のね、人に無視されたりとかね、コンビニのバイトをクビになったりとか、ホストクラブでもクソみたいな扱いを受けてきたわけですよ。それですごくセルフイメージが低かったんですよ。セルフイメージっていうのは自分から見る自分ですよね。俺ってダメなんじゃないかとか、もうコンプレックスの塊のような男だったんですね。もうなんかもうみんな死ねみたいな、カップル全員、ハゲになればいいみたいな、みんな下痢になれと、みんなうんこ漏らすと、それぐらい思ってましたから、そういうね、僕でもまあできたと。ただ僕は、覚悟は決めてました。もうモテるぞと。一回諦めたんですけど、だから覚悟もなかったのかな。まあ、ただ、欲求は強かったです。まあ、性欲っていうのも強かったですし、モテたい、愛されたいっていう気持ちは人一倍あったと思います。で、まあ、そういうね、男がやっぱり、まあ、チンコ一つで成り上がっていくわけですから、まさに下克上ですよね。これができると。で、やっぱり童貞最強ナンパ論っていうのがあるんですけど、僕は、そういう人の方がモテるようになると思う。積み上げていくことができるから、中途半端に今モテてる人っていうのは、まあ、自分のノウハウがあるから、それ以上上行かないんですよ。ちょっと満足しちゃうじゃないですか。例えば仮に今セフレが3人いたと思ったらどうです？動きづらくないですか？ 3 人いるっていうことで、ちょっと調子乗っちゃうじゃないですか。彼女が何人かいるとかね。そう。で、それ以上いかないんですよ。だから逆に言えば、今何もない人の方がいいんですよ。言ってしまえばね。覚悟を決めて、背水の陣でやっていこうと。まあ、背水の陣って言っても別に死なない、死ぬわけじゃないですからね。別に。なので、まあ、これ余談ですけど、まあ、僕がたまにやることで、女の子のアドレスを全部消すっていうのがありますね。そうすると、まあ、モテざるを得ないわけですよ。モテざるを得ないというか、頑張ってメールアドレスまた集めるようになるんですよ。そうすると意外とレベル上がったりします。まあ、これは僕がやってるやり方で、ちょっとあんまりおすすめはできないですね。まあ、やりたい方、背水の陣が好きな方はやってほしいんですけど、まあ、タイプがあるんで、まあ、何でもいいと思いますけど、それはですね。で、童貞最強ナンパ論っていうことは僕はずっと前から言っていて、本当にね、まあ今も言ったんですけど、まあちょっとブログの記事も貼っておきますので、ちょっと読んでほしいなと思うんですけど。で、まあ簡単に言うと、俺についてこいっていう話なんですけどね。まあ、本当にくだらない情報が多すぎると。だから飽き飽きしてると思うんですよね、あなたも。刺激的じゃないと、全然。だからもうとにかく、もう目標っていうのは3つしかないと。ほとんどの場合は。とにかくやりまくりたいと。で、ブスではなく本当の彼女を見つける。で、そして男としての自信をつける。これはもう、必達というか、なんですよ。で、これありますよね。ブスではなく本当の彼女を見つけるっていうのは、やりまくらないとダメなんですよね。最初から本命っていうのはいけないんですよ。ひよっちゃうから。よくよく考えてほしいんですけど、もう、この1回しかないですよって言って、アプローチとかね、例えばナンパで、あの子を見逃したらもうないですよって言うと、人って行けなくなるんですよ。動けなくなるんですよ。それで動けるって言ったら相当精神力強いと思うんですけど、僕でもダメですね。なので、いろんな女性を知る必要があるんですね。
そう。で、女性に価値を置かなくするまで、もうわけわからなくなるまでやりまくる必要があるわけですよ。で、その基準が大体100人かなっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、まあだから別に正確に100人っていうわけじゃなくて、まあ大体ですよね。うん、なので、やりまくっていく中で、もう女性なんてね、何でもええわ、みたいなような 感覚になるわけですよ。その中、そうしたときに、まあ、本命の彼女を見つけて、気楽にアプローチができる。で、気楽に行けば行くほどうまくいきますから。そして、ゼロから女性にモテる過程の中で、本当の男としての自信をつけてほしいっていう、うん、そういうことを僕は考えてるんですね。で、まあ、僕はいつも言ってるんですけど、このレバレッジアウトプットっていうね、まあ、ちょっと適当にこれ名前つけたんですけど、どういうことかっていうと、まあ、レバレッジっていうのは、テコの原理って言って、まあ、このインターネットで情報を発信するとかもそうなんですけど、まあ、例えば1対1の営業であれば、僕が1人が営業マンで、まあ、まあ、お客さんをに商品を売るっていうことですよね。これが1対1、レバレッジが効いてない状態ですね。でも、レバレッジが効いてる状態っていうのは、例えばインターネットであれば、僕がこういう情報を発信することで、何人もの、読者の方にね、情報発信できる。これがレバレッジですね。テコの原理。少ない力で最大の労力をっていうことなんですけど、で、ナンパっていうのはもう最強なんですよ。これどういうことかっていうと、ナンパをすることで、例えば仕事に、いい影響が出たりとか、このナンパを使って女性を集めるってことは、要は女性集められるやつって最強なんで、それをお金にしたりとかできるんですよ。それを、まあ、そのやり方はちょっと、まあ、後に、まあ、聞きたい方いたらどんどん伝えていきますけど。あとはまあ僕のブログにちょっと書いてあるんでね、見てほしいんですけど。あとはまあ男としての器が広くなるんですよね。一回全部自分の立場捨ててるわけですけど。からね。例えばあなたに何か立場があって、その会社内では威張れると。ただ、一歩外出たら別に看板、会社の看板なくなったら一人の男ですから、そこは一人のチンコなんで、そうした時にどれぐらい女性に価値を与えられるのかってことですよね。そう、ほとんどの人は何もできないですから。だからキャバクラで儲けないんですよ。お金に物を言わせたりとかね、いいお客さんになるだけですよ。そういうことですね。で、このレバレッジアウトプットっていうのは、なので、まあ、簡単に言うと、一つのアウトプット、要はナンパをすることで、いろんな意味をつけていく。なんで、女の子とセックスするだけではなくて、例えば、そこで得たスキルっていうのは仕事に役に立ったり、お金に変えることができたりだとか、男としての器。あとはもっとありますよね。もっとあります。そう。他にもいろいろあると思います。それはあなたによるんですけど、僕の価値観では、まあ大体仕事に生きたりとか、それをお金に変えたりとか、男としての器ですよね、に、役立つということなんですけど、あなたの価値観と照らし合わせてほしいんですね。例えば何でしょうね、例えば。まあ、家族との人間関係にちょっと悩んでたとしたんだったら、ナンパをして、そのスキル、コミュニケーションスキル、例えば相手のアウトプットをして、相手がね、何か言ったことに対して、反応するような切り返し、要は相手が言ったことを見逃さずにちゃんと話をしてあげるっていうスキルっていうのは、例えば家族間でもそれは絶対働きます。なので、役に立つんですよね。なので、ナンパをしてセックスできるだけじゃなくて、家族との関係も良好になるっていう、これがレバレッジアウトプットです。そういうことも、まあ、できると。できるっていうか、まあ、そうなるということですね。なので、すごくメリットは多いです。で、やっぱり極めるべきは、僕はこれ何とも言ってますけど、アプローチです。極めるべきはアプローチ。もう他のことは一切しなくていいと。簡単な話なんですよ。毎日可愛い女の子のアドレスを1人増やせば済む問題なんですよ。今のあなたの抱えている問題っていうのは。じゃあ、みんな複雑に考えすぎなんですよね。なんかその、やれなんたらだ、やれなんたらだとか、もう分かんないですけどね。僕もほとんど情報遮断してますから、なんかもういらねえと思って、いらないんですよ、ほとんどの情報が。そのなんか、なんすか、そういう俗に言うなんか雑誌とかに載ってるね、こうすりゃモテるみたいな、いらないです。アプローチだけ極めればいいです。で、アプローチをじゃあ極めるって言っても奥深いですよ。例えば、堂々とした態度で声をかけないと無視されてしまう。口が臭かったらダメ。ルックスもちゃんとしたね、サイズ合った服じゃないと相手に野暮ったいと思われて切られる。まずアプローチする。相手を笑わせる。笑わせないと距離は縮まらない。で、S ベースでじゃあ主導権を握るとしても、その中で謙虚なね、言葉を入れないとただの勘違いしたやつになってしまうとか、まあいろいろあるわけですよ。だからアプローチに全て詰まってる。道行く女性、知らない女性に声をかけて笑わせながらオファー、携帯の番号を聞いたりとか、まあ、
カフェに連れ込んだりして、その日にセックスをするっていう、その全てですよね。アプローチにはその全てが詰まってるんですよ。喫茶店に連れ込むのもホテルに連れ込むのも一緒ですから、言ってみればね。そう、だから喫茶店に連れ込むことができれば、ホテルに連れ込むこともできるんですよ。全て、詰まってると。最短最速ね。で、結果を出すには、やっぱりそこに集中する必要があると。これパレートの法則って言いますけど、パレートだったかな、確か。8割の売り上げ、会社の8割の売り上げっていうのは、2割の優秀な社員によって作られてると。ということはどういうことかっていうと、この2割な優の優秀な社員が大事なわけです。そう、わかりますね。ボーリングでいうとこのセンタービンです。ここを倒せば全部倒れるというところですよね。そう。なので、アプローチですね。本当に。セックス、モテ、彼女を作る、そういう恋愛のセンターピンっていうのはアプローチです。なので、ここだけを集中にして、やってください。なんで、アプローチ、アプローチ、アプローチです。もう、アプローチが全て、極めるべきはアプローチということで。これを、集中してやろうということですね。で、まとめるとですね、今までの話を全部まとめるとですね、結局、モテる、モテない、っていうのは、知ってるか知らないですね。知ってるか知らないか。で、あなたはもう答えにたどり着いてるんですよ、これは。僕以上の答えがあるんであれば、メールでね、教えてほしいんですけど、いや、こっちの方がいいよって言うんだったら別に教えてほしいんですけど、僕が現時点でかなり情報を得て行動した結果、こういう考えに至りました。これがモテる恋愛市場においては最強の考え方、やり方だと思います。文句がある方はメールください。なんていうんですかね、こういうのが方がいいんじゃないのとかっていうんであれば、メールください。それがいいんであれば、僕は考え方を変えます。改めます。はい。ただ、ほぼないと思います。ほとんどのその恋愛の情報を見てるので、僕はこれまでね、情報量が多分違うんで、普通の人とは圧倒的に、インプットしてるんで、結局知ってるか知らないか、で、あなたはもう知ったと。で、最後ですね、やるかやらないか、どっちということですね。で、別にね、今後情報を得るにあたって、別に僕じゃなくてもいいんですよ、別に。こういうこと言ってる人っていうのは、いるんじゃないかな。なんていうんですかね。僕と同じこと言ってる人はいないですけど、別に僕じゃないと結果は出ないってわけじゃないと思うんですよ。最後、ちょっとあれなんですけど、ここまで聞いてくれて悪いんですけど、ただね、これはかなり重要なことなんですけど、意外にね、意外ってちょっと字間違えてますけど、意外に声とかね、喋り方とかのフィーリングっていうのはすげえ重要なんですよね。なので、ここまでね、あなたはね、何もこう、すっと僕の言葉を多分聞いてると思うんですけど、かなりこれはすごいことで、実は、イラッとする喋り方とかありますよね、何か。で、そういうのってちょっとダメなんですよ。正しいこと言ってるんですけど、なんかちょっと嫌だなっていう人もいるんですよね、僕は。そう。で、意外にね、本当に声とか、喋り方のそのフィーリングとかっていうのは重要なんですよ。その声とか喋り方のフィーリングですね。この人の話聞きやすいなとか、滑舌すげえ悪いなとか、でもなんか聞いちゃうとか、で、逆になんかハキハキしてるけど、ちょっとなんか嫌だなとかっていう人もいるんですよ。僕はすごいそういうのあるんですね。そう。だから別に僕でなくても叶わないって書いてあるんですけど、それは僕もそういう経験があるからです。かなり正しいと、この人言ってることは。でもなんか嫌だっていうのもあるんですよ。そう。だから、僕の話を聞いてね、ああ、そうだなとかって思ったんだけど、でもなんか声とか喋り方がちょっと気に入らないなとかって思ったんであれば、ちょっと今後、僕の情報を聞いていくのはちょっときついかなっていう。だから他の人のところに行ってもいいと思います。別に。僕だけじゃないんで、恋愛の情報発信してるのは。と思いますね。逆に、僕の声とか喋り方が好きな方とかって方は絶対フィーリングが合うと思うんで、今後もね、僕の情報っていうのを聞いてほしいんですけど。で、一生かけてやっていく覚悟ですね。ダイエットとかもそうなんですけど、僕ダイエット続かなかったんですよ、今まで。1ヶ月で何キロ痩せようとか。そういうことばっかり考えてたんで。でもね、やめようと、そういうのは。やめようというか、よくよく考えたら健康になりたいとか、そういう筋肉をつけて、そのセックスに強くなりたいとか、モテたいとか、そういう欲求を考えたときに、一生かけてこれはやっていくことだなと思ったんですね。今は、
大体1時間ぐらいのメニューを、まあ、週3回やってます、僕は。それ3ヶ月ぐらい続けてるんですけど、で、だいぶまあ締まってきたんですけどね、体が。これをずっと続けていくつもりでいるんですね。だから正直、1ヶ月に何キロ痩せようが関係ないんですよ。一生かけてやっていくことなんで。で、まあ、だいぶ筋肉ついて、見た目にね、影響というか、見た目が変わってきてるんで、ああ、もう成功だなっていう、これでもう成功のサイクルに入ったなと思うんですけど、ダイエットに関して言えば。そう、そういうことなんですよね、モテていくことっていうのは。だから、まあ、今後ね、あなたも僕の情報を得るんであれば、まあ、一生かけてやっていくっていう、その覚悟っていうのを決めてください。僕は、今後こういう情報を一生かけて、配信していくつもりです。まあ、インポになったりとか、性欲なくなったら別ですけど、性欲がある限りですね、まあ、こういう情報っていうのを絶対配信していくんで、だからあなたもついてきてください。でも、なんか嫌だなと思う方は、まあ、メルマガというかね、塾をやめていただければと。これは自由ですので。で、まあ、今までね、こうやって情報を発信してきたんですけど、まあ、僕が一番参考にしている商材っていうのをね、明日発表します。なので、まあ、楽しみにしていてください。でですね、最後にまあ言っておきたいことっていうのがあるんですけど、本当にね、まあ、強制ではないってことですね、こういうものを聞くのに。何も、僕はとか誰も強制してるわけではないわけです。で、基本的に僕の考えを言いますね。依存する男はクソなんですよ。で、依存する男はクソ。で、例えば恋愛商材とかであれば、売るためには、やっぱり売り上げを最大化するためには、誰でもできるっていう窓口を広げるんですね。誰でもできますよって。大丈夫ですよって言うんですけど、僕は、その意見には反対です。反対っていうか、いや、まあ、わかるんですよ。売り上げを上げるためには、そういうふうに言わないといけない。だけど、一理あるんです、それは。ただね、俺は、覚悟のない男っていうのはクソだと思うんですよ。要は、誰でもできるって言ったから入ったけど、できないじゃんとかっていうやつです。そういうやつは僕、大嫌いなんですよ。本当に嫌い。なんか、ぶん殴りたくなるんですよね。だから、そういう人は、もう今後、正直、こういう音声もね、聞いてほしくないんですよね。まあ、ブログとかで言わないです、こういうことは。なんか、それは言わないです。ただ、これはクローズドな感じっていうですよね。これはメールマガなんで。だから自由なんですよ。聞こうもが聞かまいが。そう。で、本当に覚悟ない男っていうのは俺は大嫌い。クソだと思ってますから、別にね、あなたが今童貞だろうが何だろうか関係ないです。ただ、俺はモテる。で、誰のせいにもせず自分でやっていくっていう、そういう人と関わりたい。それ以外は関わりたくないんですよ。でね、逆に言えばですよ、自分の選択で決断できれば、誰でもモテることっていうのは可能なんですよ。でもその決断ができないですよ、みんな。依存して。だからモテない。そう。で、決断さえする。決断っていうのは決めて断ち切るって考え、かじけますよね。要は断ち切るんですよ、そういう依存心を。そう。そうした時点で、その時点でもう、セックスは約束されているようなものです。だって、ここ日本ですよ。日本だったら何でもできますよ。みんな平和ボケしてますよ、男は。なんか、みんなボケてる。なんかね、こう、そんなに頑張んなくてもいいんじゃないとかって言うわけですよ。別に、君に会った人ってその辺にどっか必ず現れるよみたいなね、クソみたいなこと言うんですよ。で、それに引っ張られちゃダメですよ。で、そういうやつばかりだから、逆に言えばチャンスなんですよ。本気になればめっちゃモテますよ。ナンパすればね。そう。だから、この意見にググッと来た方は、まあ、明日の僕の発表っていうかね、それをちょっと楽しみにしていてほしいんですけどね。なので、これを、要はこういう情報っていうのは僕はあんまり、なんていうんですかね、まあ、苦しんでる気持ちっていうのもわかるし、ただ、まあ、あんまり出したくないっていうのもあるんですよね。まあ、自分が今まで苦労してきてね、いろいろしてきたわけだから、なんですかね、そういうモテる情報っていうのを、まあ、出したくないっていう気持ちも、あなたもありますよね、そういう情報。ただね、まあ、なんていうんですかね、その苦しむ気持ちっていうのはわかるんですよ。で、僕も、本当に善人ではないので、まあ、ギブアンドテイクではないですけど、僕のことをやっぱり信じてくれる人に、こういう情報っていうのをお伝えしたいんですね。で、まあ、価値観の合う人でなければ、まあ、本当に教えたくないんですよ。かなり強力な方法なんでね、こういう情報っていうのは。そう。なので、まあ、
僕に、まあ、共感してくれる方とか、まあ、覚悟を決めてついてくる方、であれば、僕は本当に、真面目に真剣に向き合っていこうと思うんで、明日の発表というのを楽しみにしていてください。では、今回は以上です。ありがとうございました。ヤオトでした。